1266。おはようございます。今観山寺駐車場に来ています。電車が一本前に乗れそうなんでちょっと走ります。いや、ギリギリ間に合いそうです。一本前に乗れそうだ。なんか電車が遅れてて、7時1分に来るはずの電車が全然来ません。走った意味なかった。お、明日は青梅マラソンの日なんですね。約10分ぐらい遅れて到着しました。奥多摩駅に到着しました。ここから出発していきたいと思います。最初しばらくはアスファルトを歩きます。寒い。あのアスファルトの道を歩いてきて、この下の自願寺さんを抜けて、今山道に入っていこうとしている感じですね。あまりこのルートを使う人は少ないですかね。うっそうとしてますね。朝一早々坂がきついですね。これ坂がさっきよりますますきつくなってるんですけど、こんななんだ。坂がきつい。ここは坂がきつい。今日は土曜日ですが、この道を使っている人はいないようですね。そしてここが急流山山頂でしょうか。ちょっと見えないですが、もうちょっと先かな。道中に開けてる場所がありました。おごちダムでしょうか。ここが急流山でしょうか。ちょっとわかんないですね。この辺は尾根伝いを歩くんで、ちょうど景色がいいタイミングが結構やってきます。そして、道後屋山970メートル到着しました。江戸小屋山、そういう小屋があったんですかね。カメラの充電ケーブルが折れちゃってカメラが充電できないので動画があんまり撮れません。そして西口山、標高1142メートルに到着しました。大田川に到着しました。それではのこぎり山行きたいと思います。のこぎり山1109メートルです。あ、じゃあおズボン破けてます。大丈夫ですか。捨てて履いてます。あ、そうですか。いえいえ。だいぶ見えます。そうですね。はい。いえいえ。あと 1.4 キロ。この木の階段、ところどころ凍ってるんで、さっきもこけてましたけど、誰か。ちょっと危ないですね。この前雪が残ってるって紹介したところですが、ちょっと凍ってるんで滑りますね。気をつけないと。そして大竹さん、1266メートル到着しました。富士山、ちょっと休憩します。
それではそろそろ次へ進みたいと思います。結構ここは雪が残ってて凍ってるんで、チェーンスパイクか何かあった方が無難ですね。ちょうど大竹山荘に降りてきましたね。このままスルーして進んでいきたいと思います。前回はこの鍋割山の分岐を鍋割山方面に行ったんですが、今日はまっすぐ行きたいと思います。こちらの峠をロックガーデン方向に歩いていきたいと思います。この辺りはアイスバーンなんで、アイゼンもしくはチェーンスパイク必須と言ってもいいと思います。それではこの分岐をロックガーデン方向に進んでいきたいと思います。ここはなんてところなんでしょうか。すごいですね。ちょっと立ち寄ってみます。水の勢いが柔らかい感じで、なんか優しい滝ですね。周りが凍ってつららができてますね。なんかこの辺の道はなんかすごいですね。いい感じです。さっきの雰囲気良かったところがロックガーデンなんですね。通り過ぎちゃったんだよ。それでは方角的には御嶽神社方向に進んでいきます。階段めちゃくちゃ下ってきました。ここの階段は長いですね。滝を見に行く感じなんですかね。それではここが名台の滝のようですね。素敵ですね。滝から上がってくる道がすごい急登で疲れた。今日はこの上の御嶽山の方には行かず、こちらの道で日の出山の方にそのまま行きたいと思います。奥に見えてるのが日の出山っぽいですよね。日の出山に向かう道は本当歩きやすくて助かる。日の出山山頂到着しました。それでは先に進んでいきたいと思います。この道は竜のひげの巻き道になると思うんですが、ここからの眺めもとてもいいです。高峰に到着しました。今日はラニヘッドトレイルではなく、もうちょい先にある月瀬尾根を歩いて帰りたいと思います。もうちょい先に分岐があると思います。ここですかね。馬ころ何ですかね。馬ころってこっちに書いてあるのかな。ああ、月瀬尾根経由ですね。こちらの道進んでみたいと思います。初めてなんでどんな感じなんだろう。普段そんなに歩かれてる感じはないですが、結構悪くない道だと思いますけどね。尾根の真上を歩くというよりサイドを歩くんで、景色は見えたり見えなかったりなんですが、登山道自体は今のところ悪くないと思いますね。道もさっきよりは細くなりましたけど、尾根伝いの一本道なんで、道迷いって意味ではほとんどしないと思いますね。月瀬尾根、結構いい道ですね、今んとこ。多分、戦端と沢井駅の間で、駐車場もあんまり近いところがないので、そういう意味で、このルートをあんまり歩かれてないですかね。
鉄塔のど真ん中をくぐっていきます。すごい。よいしょ、林道に出ました。ここを左に行くと草畑駅方面に行けるようですね。この尾根の入り口まで来るのにちょっと時間がかかるのがネックかもしれないですね。屋根とかな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 アートな感じがしますよね。もっとすごいのあった。この林道40分ぐらい下るみたいですね。上りだと50分とかかかっちゃうのかな。そうするとさっきの尾根は使いづらいですね。そういう意味で不人気なんですね、きっと。30分ぐらいかけてこの林道を歩いてきました。やっぱりさっきの尾根は一度でいいかなってなっちゃいますね。悪い尾根じゃないだけに残念ですね。っていうかまだ林道はもうちょっと続くんですが、頑張ります。吉野街道が見えてきました。この街道を左に曲がれば観山寺駐車場です。お疲れ様でした。